はい、皆さんこんにちは。ワンナリグルービジです。では今回は、帝独の決断砲バーブギット、棒の岬沖海戦、ヤマト特攻リベンジ、第ホニャララ回ということで、もう自分でも何回やったかわからないんですが、やっていきたいと思います。投入する艦隊は、まず第1艦隊、そして第3艦隊、第4艦隊と、まあ変わらずということで、本当に申し訳ないです。投入する艦隊は第1、第3、第4と変わらずですね。で今回はですねちょっと作戦を変えていこうかなと思っています。ただし投入する艦隊の配置ポイントは全く同じです。で夜明けとともに出撃して、日没と同時に沖縄に攻撃を開始するというのも、まあ、変わらずというところになります。で、まずヤマトをですね画面のマップ左上ここに退避させるのも変わらず、第2艦隊から空母を離脱させるこれも変わらず、同じく第3艦隊からも空母を離脱。これも変わらずということで、ここまで何にも変わんないじゃないかということなんですけども、一番変えていくのはですね、空母を単艦運用するというところになります。今まで空母は、3隻を集中的に運用していたんですけども、この場合、敵の艦隊に発見されると、3隻の空母が全て壊滅するというね、悲劇的な結末になったので、今回は3隻の空母をバラバラに運用して、仮に空母の1番艦が撃破されても2番艦3番艦から攻撃が可能というような形で空母の航空戦力をね少しでも長く運用できるような作戦を考えています。では時間を進めていきます。まずは航空索敵からですね、まあ、日没まで敵艦隊に発見されないのが理想です。もしくは雨がサクッと降ってくれる。さあ敵艦隊発見。どこだ？ここか。ただ向き的には向こう向いてるので大丈夫かな。発見されるリスクは今のところ高くはないかもしれない。敵の直縁が出ていて偵察機が全機撃破された。いやー敵の直縁も強いよな。これ敵の空母艦隊南に下がってってるので、まずは一安心かな。敵の直縁に追い回されてるけど。で3隻バラバラに空母を運用することによって敵の直縁をね、敵空母上空から引き離している間に別の航空隊が航空攻撃を仕掛けるっていうことも可能になると思うので、まあ、いろんな意味でね、空母を分散運用単艦運用するっていうのは、今回の作戦だと理にかなっているのかなと思います。今まで僕のキャンペーンとかだとね、空母は集中運用していたと思うんですけども、今回初の試みで空母を単艦運用していきます。まあ、空母の単艦運用をねハマるかどうかも完全に謎なんですけど、もう思いつくことは全部やっていかないとなかなかねクリアするのが難しいという状況になってますから、さあ敵の直縁が待ってるこの辺りに敵の艦隊がいると思うので、まあ、これ発見されずにどこまで行けるかですね。ではちょっと時間を早めていきます。まあ、敵艦発見はいいよ。さあ敵に発見されたね。ちょっと早かったけどまあしょうがないね。ここはじゃあ艦隊を突入させていきます。全機全速で発進。さあ敵の直縁が偵察機が引き離している間に味方の攻撃機が突入をしてくれれば御の字。さあ味方のこれは航空戦艦から出てる爆撃機12機の編隊ですね。編隊っていうとなんかちょっとそっちの編隊にも聞こえちゃいますけど、さあ爆撃機がしっかり落としてくれてないけど爆撃機は生き残ってればいい。爆撃機がね、攻撃敵のね直縁に撃ち落とされないというのもとても重要なので、あとは航空索敵をしっかりやっておきます。さあ敵の攻撃機がどこに飛んでいくかだな。敵の攻撃機がこれ飛んでいく先を見ると従順の艦隊だな。従順の艦隊うまく操船してかわしていきましょう。だいきなり食らってるよ。さあ一回時間を止めます。で味方の空母から再び攻撃機がまだ出れない。航空戦艦からは出れるね。航空戦艦から敵の空母を狙い撃ちにする。ちょっと待ってね。お、ちょっと待ってくれ。敵の空母、これはホーネットの甲板大破。でかすぎる。よくやってくれた。これは嬉しいな。了解。あとは、第2艦隊も砲撃戦を開始。第3艦隊からは、味方の航空攻撃が可能ですね。もう一つの正規空母、これも撃破していく。あとは、敵の進路を塞ぐように、第3艦隊を突入させていきましょう。あとは従順の艦隊がね、敵の航空攻撃にさらされていて、もう魚雷がこんだけの数待ってますからね。ちょっと厳しいよな。早めに敵の空母を仕留めていきましょう。見ている。三河の北の方は従順が一隻撃沈されてますね。まあ、ただまだやれる。了解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 。あとは味方の空母から攻撃機を出して敵の空母を仕留めましょう。逃げていく敵の空母を追っていく。ちょっと言葉が出てこないぐらいに必死になってますけど、今なんとかね今回決めていきましょう。第三艦隊がここまで無傷で来てくれてると、うわ、敵の新たな爆撃機が飛んできてんな。やってくれる。あとは敵のこの空母ベニントンも甲板大破してる？いや、まだだな。さてさて、味方の方は航空隊は出ている？出ているね。雨のタイミングを待ちたいので、ヤマトも南下させましょう。ヤマトも南下。で、いよいよじゃあ、お話ししていた空母のね、単管運用を始めていきます。空母をバラバラに、動かしていくと。まあ、これが、基地と出るか、京と出るかは、やってみないとわからないんですけどね。ちょっと試せることは何でも試していかないともう、なかなか新しい活路が見出せていないという状況なので、頑張っていきます。第三艦隊。まだね、健在なので、第三艦隊による砲撃戦で敵の空母を仕留めていく。了解。了解。敵艦撃沈。撃て。了解。敵艦撃沈。了解。了解。撃て。了解。敵空母撃沈。敵の軽空母撃沈。敵の正規空母インディペンデンス撃沈。悪くないね。第三艦隊は第三艦隊から航空戦艦の航空攻撃がまだ決まらないな。了解。魚雷もぶっ放しましょう。ただこれで敵の1機動部隊は、まあ、ほぼ、機能停止に追い込めたかなという感じですかね。第二艦隊の損傷が激しいな。了解。了解。よし、進めていきます。あとは敵の艦隊が他にもいるはずなので、敵の艦隊の位置を探っておく時期に来てるよね。敵の艦隊の位置。残りの敵艦隊の位置を確認していきます。了解。おそらくね、現場に駆けつけようとしてきていると思われるので、敵の位置確認。ここに新たな敵兵。いるな？いや、違うな。これは離脱した戦艦と見て間違いないな。であれば、敵の艦隊はどこにいるかわからないですが、今は割と、敵の艦隊が離れていってる状態にあるので、敵の空母を残っているね。今見えている画面に視界に捉えている空母を仕留めにかかっていきます。で、水雷戦隊はおとりの任に戻ってもらわなきゃいけないので、マップの右側へと進路を変えていきます。さあ、そろそろ航空戦艦から新たな攻撃ができると思うので、敵の空母をとどめを刺す。もうね、直縁にも守られていない敵の空母など、かす同然ですからね。新たな敵兵を発見。ここに新しい敵の艦隊がいるな。第一艦隊で水雷戦を挑みましょう。これはどこに向かっている？味方の航空戦艦というか第3艦隊が狙いだな。敵の目標は第3艦隊と見て間違いない。では空母は速度を速めていきます。ヤマトも南下を開始。第一艦隊が敵の空母をどこまで狙い撃ちできるかにかかってるな。さあ、いいタイミングで夜だぞ。では、残っている艦隊。第2、第3艦隊は、敵基地へ、いよいよ突入を果たしていきます。かつてない、いい展開になっている。ちょっと待ってね。敵艦がここにやってきちゃってるってことは、味方の空母は動かしづらい状態になってるな。味方は一旦ここで退避させる必要があるな。残っているこれらの艦隊にも、やられるとまずいっちゃまずいからね。洋上待機せざるを得ないかな。洋上待機。沖縄の北側、すぐ北側に敵の大艦隊がいるね。これらの艦隊をどうにかしてやらんと始まらんな。なんかちょっとだいぶおっさんっぽい言い方になっちゃいましたけど、そういうことでしょう。雨降ってほしいな。今雨降ってくれればもう言うことなしなんですけどね。さあ、水雷戦隊をもう自爆覚悟で突入させていきます。まあタイミング的にはね、狙っていた通りのタイミングで夜にはなってくれてはいるので、このまま敵基地に突入を果たしましょう。もうどの向きに打っても当たるんじゃないかっていうぐらい敵の艦隊のど真ん中に入っていこうとしてるからね今。よく粘ってくれてる第一艦隊。矢作以下むちゃくちゃ頑張ってくれてるな。かつてないぞこの展開。さらに敵の艦隊が離れていくので、ここは大和以下全ての艦隊を南下させていきます。夜のうちは分散運用する必要はないと思うので、このまま突入を果たしましょう。あとは雨のタイミングを待つ。それだけだな。第一艦隊から矢作が撃沈されている。まあしょうがないね。よくやってくれたと言っていいと思います。さあ第3艦隊も突入を果たしていきましょう。了解。撃て。了解。さあ、第3艦隊はどうなっている？第3艦隊も足が止まってるわけではないので、急ぎましょう。で、第2艦隊、残りの従順艦隊が、ちょっと足が止まりつつあるな。20キロしか出ていないですもんね、速度がね。あとは、雨待ち。第一艦隊がここに来てついに壊滅ですからね。敵の空母がまだ仕留めきれてないんだよね。敵の空母をもうあと一息というところまで来てるので、残りの敵空母の息の根を止める。これができれば勝利に一気に近づけるので、敵の空母の足を止めていきましょう。せめて甲板を大破。この距離感で頑張ってるからね。残りの艦隊は、この距離感で第一艦隊があそこまで踏ん張ってるっていうのが奇跡に近いからな。了解。ついに第一艦隊が壊滅した。まあ、しょうがない。頑張ってくれたということですね。さあ、第3艦隊がここから主力で頑張ってもらわなきゃいけないので、第3艦隊を突入させていきます。あとは雨も待ってます。敵の空母を仕留めたいので、敵の空母までね、距離的に近づけるところまでなんとか、もうちょっと頑張ってもらいたいな。戦艦ハルナが撃沈ですね。されてます。空母は仕留めつつあるんですけど、随伴艦がほとんど沈んでないな。これはこれでなかなか厳しいものがあるな。さあ、第3艦隊はもうちょっと南下できるな。もうちょっと南下して、敵の空母を、せめてね、尻について敵の空母を撃破していきましょう。で、このまま行くと敵の艦隊に勝ち合う可能性があるけど、これ以上はもうずらせないから、このまま行きましょう。エンタープライズが残ってるな。インディペンデンスは健在。正規空母エンタープライズが甲板中波のまま残ってしまっているものの、ワスプ、ランドルフは甲板大破。これであれば、敵は出てこれない。あとは雨だな。了解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 。撃て。了解。よし、敵のこれで、航空基地1個目を発見してますね。了解。了解。ちょっと待って、何かが足が止まってるな。誰だ？足が止まってるのは。こっからは、足が止まってる間は置いていくしかないので、置いていく。了解。了解。OK だ。了解。了解。了解。いやー、敵の空母を取り逃してるからな。ちょっと夜が明けると怖いな。了解。もう期間がやられてるものも少なからずあるので。張り付きましょう。航空戦艦ヒューガが撃沈されてます。ヤマトは特攻させるタイミングじゃないな。特攻させることができないと言った方がいいかもしれない。あとは雨なんですけどね。頼みの雨が全く降らずか。了解。了解。了解。では時間をちょっと早めていきます。この火力ではどうにもならないな。何？空母が大破？どういうこと？うわ、敵に発見されてる。これは。これは。了解。急いで空母を切り離そう。しまった。時間を早めてる間に、迂闊にも、予定していた分散運用をすっかり忘れてましたね。結局雨降らずか。このパターン痛いよな。雨降らないパターンね。なんとかね、ハマってくれればいいなとは思いますけど。ヤマトの手法が敵の甲板当たれば一発で大破できるね、これ見てると。ってことはヤマトもやっぱり積極的に使っていかなきゃいけないのかな。ヤマトを当たればさすがの火力だからね。一撃で敵の甲板を大破できるっていうのはむちゃくちゃその不利な状況から考えると一発逆転を狙うね、観点ではすごく重要ですよね。さあヤマト突入するものの味方の艦隊は完全に壊滅ですね。ちょっと今回の流れで雨が降ってたら分かんなかったかなと思うんですけどね。まあちょっとそこだけが残念かな。第一艦隊が粘りに粘ってくれたからね、今回は。戦果としても多分結構上がってるんじゃないかな。ちょっと見ていきましょう。まず第一艦隊からは、正規空母ホーネット、ベニントン、さらに護衛空母ベロウッド、サンジャンシント、これ撃沈してます。敵の第一艦隊から空母は全部壊滅。さらに戦艦も大破。うん、第一艦隊はもう壊滅させたと言っていいですね。慶順1隻、あとは駆逐艦2隻を残して壊滅させています。一方、第2艦隊。ここも、空母、ワスプ大破、エンタープライズ中破、ランドルフ大破、護衛空母、インディペンデンス中破ですね。もうこれ、ランドルフとワスプは甲板大破させてます。で、第3艦隊からは、ヤマトの主砲が当たった SX、バンガーヒル、正規空母2隻。これは甲板大破させてたので、空母としての運用はもうできない状態に持っていってましたね。なので、こんだけハマった状態で、雨が降れば、おそらく、もう少しいい戦果が出てたんじゃないかなと思うので、想定してた空母の単艦運用はうまくはまらなかったんですけどね。いやー、ちょっともう考えうる手がないな。なんかちょっといい案あったら皆さん、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せください。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。